島津久人は、江戸時代中期から、後期の薩摩藩士。都城氏領主である、都城島津家十二代当主。法暦九年、二十代当主島、筑くも次男に生まれる。同十一年、兄の二十一代あたり、和久初が創生し、男子がなかったため家督を相続する。明和六年、鹿児島城において元服し、久し林と名乗る。安永四年、 島津重秀が鹿児島において開催した犬大物に、騎手として参加し、法将として、綾社三ゃ参観を賜る。同七年、稽古館を、同九年、後部館を創建し、家臣に文部を奨励する。完成二年、宗家、島津人志仙の廃者史として、家老以下を従え、江戸へ赴もき、将軍、徳川家成に拝越し、立ち、馬等を献上する。 同三年、都の城と宮崎を結ぶ大淀川の水運の妨げであった観音瀬の改作を、家臣の藤崎交換に命じる。この事業は、南工事の末、三年後に観光し、都の城と赤江交換で、川船の通行が可能となり、明治時代まで盛んに利用された。工事に従事した農民には手当を支給し、特に水中で作業をする者には粥や焼酎を、 支給するなど細やかな配慮を行っている。同10年、庄内宮殿編集方を設置し、寮内の致死編さを命じる。この事業は、息子の久し党に引き継がれ、約30年後の文政年間に、庄内知事士、全113巻が完成した。文政4年、64歳で死去した。竜宮寺に葬られた。ありがとうございます。